ロエベのアマソナを徹底的に比較していきたいと思います。小さい順に横幅が23センチ、28センチ、そして36センチです。実際に持った時のサイズ感や中に何が入るのかなどを比較していこうと思います。また最後にお得な情報もありますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは早速ご紹介していきます。スタート。まずはじめにサイズですね。全部を一緒に比べると横幅がだいたいこのくらい違います。23と28を比べるとこのくらい違います。わかりますか？23と28なので横幅は5センチ差ですね。高さも若干こっちの方が高いです。そして28と36センチを比べるとこのくらい違います。結構ね、この36センチは本当にでかいんですよ。結構大きいです。横に比べるとこんな感じで、本当になんか全然違いますよね。では今度は一つずつご紹介していこうと思います。今日のコーデはこんな感じです。パンツとこのバッグの色を合わせてみました。なんかこの淡い感じのピンク、めちゃめちゃ可愛くないですか？ファッション性を重視するならこのサイズがちょうどいいかなと思います。それとこんな感じでショルダーバッグとしても使っていただきます。こちらの9段階調節ができるんですけど、ちょうど真ん中あたりにしています。真ん中あたりでだいたいこのくらいです。こんな感じで正面にはロゴが型押ししてあります。中はこんな感じです。ファスナー付きのポケットと、あとファスナーが付いていないポケットが付いています。でね、こう小さいのにポケットがいっぱいあってすごい嬉しいですよね。ではこちらの5つを入れていきたいと思います。中に入れるとこのくらいですね。手帳は結構ギリギリサイズですね。なんかちょっと締めようとするとここが若干ぷっくり浮いてくるような感じがします。でもなんか結構小さめなんですけど、思った以上に入りました。普段持ち歩くのにも全然困らないと思います。続いてはこちらの28サイズをご紹介していきます。持ってみるとこんな感じです。もうこれはね、めちゃめちゃちょうどいいサイズ感じゃないですか？やっぱりね、こう色もマルチカラーですごいおしゃれですよね。こんな感じで3色使ってあるのに全然派手じゃなくって、本当に何でも合いそうです。ストラップは付いていないので、こんな感じでハンドバッグとして使っていただけます。中はこんな感じです。ファスナー付きのポケットと付いていないポケットが1つずつ付いています。あ、23サイズに付いていたこのボタン付きのポケットは付いていません。では中に物を入れていきたいと思います。先ほど23サイズに入れたものに加えてこちらを入れていこうと思います。中に全部入れてみたらこんな感じです。さっきの23サイズと比べたら結構入りますね。この通り手帳もすごい余裕で入ります。荷物の多い方はこの28サイズがちょうどいいかもしれませんね。では最後にこちらの36サイズをご紹介していこうと思います。もうこれは持った感じ本当に大きいですよね。なんかさっきの28サイズが入っちゃいそうなくらいのサイズ感です。服によって色を変えるとまた違った雰囲気で楽しめそうですよね。大きくなるにつれて素材の柔らかさがすごいわかります。伝わりますか？これ結構柔らかいんですよ。しっかりとここがパイピングになっているので型崩れはしにくいです。ポケットは先ほどの28サイズと同じで2つ付いています。では先ほどと全く同じものを入れていきたいと思います。全部入れるとこんな感じですね。28サイズと全く同じものを入れたんですけど、全然余裕なのが伝わりますか？やっぱり今の時期だとストールとかも巻くと思うので、ストールを入れてもいいかもしれませんね。全然まだまだ余裕で入りそうです。そしてカラーバリエーションなんですけど、ワンカラーやマルチカラー、そしてバイカラーなど、あのまだまだたくさんありますので、気になった方はぜひアプリをダウンロードして探してみてください。いかがだったでしょうか？今回はアマソナの比較をやってみました。ぜひサイズ選びの参考にしてみてください。私たちラクサスは一つ一つのバッグが持つ歴史やバッグを作られたデザイナーさんの思いをとっても大切にしています。今回ご紹介したアマソナの他にもまだまだ素敵なバッグがたくさんあります。ぜひ皆さんにもこのデザイナーさんの思いが詰まったバッグを大切に使っていただきたいです。ラクサスでは今日ご紹介したバッグの他にも60ブランド4万種類ものバッグを取り揃えています。そして動画を見てくださった方限定でお得にラクサスを楽しんでいただける招待コードを概要欄に貼っています。ぜひアプリをダウンロードしてお得におしゃれを楽しんでみてください。この動画がいいなと思った方はチャンネル登録と高評価ぜひぜひよろしくお願いします。以上、ジャワでした。バイバーイ。